はい、どうも偉い店長です。本日はですね、3月1日オープンのしょぼい喫茶店ですね、来てますんで紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ちゃんとしたビルですよ。バーとかが入ってる店舗ですね。まだね、看板が変えられてないんですけども、明日オープンだということで直前にね、紹介したいと思います。じゃあ失礼します。今、すごい喫茶店におりまして、作業をしている方がいらっしゃったんで、すみません、何をしているんでしょうか。はい、今はアクセサリーのコーナーに使う鏡をデコレーションしてます。ああ、すごい喫茶店でアクセサリーを売るんでしょうか。あ、そうです。ちょっとアクセサリーを貸してもらえるということで。どういう経緯でアクセサリーを置くようになったというか。そうですね、もともとエモペンは高校の時の同級生で、私がずっとアクセサリー作ってたのをインスタグラムで見つけてくれて、声かけてくれて、出店しないかっていうことで、まあ最初はちょっとびっくりはしたんですけど、自分の可能性を広げるっていうこととエモペンの可能性を広げられるようなことができればいいなっていうのがすごくありました。なるほど。はい、こちらが彼女の作品で、ピアスですかね。今回は全部イヤリングで作っていて、イヤリングならピアス開いててもつけられるので。なるほどなるほど。大体まあ1個3000円ぐらいで販売するということで、そうですね、ちょぼい喫茶店でこういう美術品もね、売っていきたいということで、なんか売れちゃったら寂しいね、なんかね、そんなこと言ってましたけれども、エモいなエモいな。お名前を何とお呼びしたらよろしいですか。水木で、水木さんがですね、作った作品を売ってるということで、ぜひしょぼい喫茶店に来られた際には、こちらもお楽しみいただければと思います。店員のね、2人に、簡単にね、自己紹介とかしていただこうかなと思いまして。はじめまして、しょぼい喫茶店のエモい店長と申します。よろしくお願いします。しょぼい喫茶店で働くてんいんのおりんと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。しょぼい喫茶店、ずいぶん思い切ったネーミングだと思うんですけど、オープンに至った経緯とか教えていただいてよろしいですか、エモ店さんから。はい、自分は、本来この3月に卒業して就職するっていう、その18年卒の就活をしたんですけど、なかなかうまくいかなくて、ちょっと鬱っぽくなってて、本当死にたいなっていう時にエラテンさんのしょぼい企業っていうそのブログを読んで、これならなんていうか生きていけるんじゃないかな、生きていけるんじゃないかなと思って、楽しみ楽しく生きていければこれでできそうだなと思って、そこからアルバイトをしたりしてお金を貯めていったんですけど、ちょっと厳しそうだなっていう時にツイッターで初期費用の100万を出してくれっていうのをつぶやいたら、それが偉い店長さんに見つかって、でそこから海流木村さんが100万円出しますよということで、そこからすごい話じゃん、考えてみたツイートしてたら100万円くれる人が現れたという。そうです、ずいぶん早かったですもんね。そうですね、1月20日くらいですね。確かに。じゃあ40日ぐらいで、そうですね、開業に至ったと。開業おめでとうございます。じゃあすいません、コーヒーを一杯いただけますか。じゃあその間におりんさんにインタビューしようと。はい、じゃあおりんさん、簡単に自己紹介していただいてよろしいですか。はい、出身は鹿児島県で、職業は元看護師です、3年間看護師をしていたんですけど、精神的にかなり病んでしまって全く動けないぐらいの鬱になってしまって、そこから鹿児島の実家に帰って療養していたんですけど、で今年の1月ですね、エモい店長さんのブログを拝見して、しょぼい喫茶店をやりたいっていうタイトルに強烈に惹かれて、コメントをしたりとか DM を送って、その10日後くらいかなに上京してきてっていう人を生かしたし、生かされている。そうですね、なんとかここだったら生きていけるんじゃないかなっていう希望を初めて持ってたかなっていう心で働きたいって言い出して今に至ります。ありがとうございました。じゃあちょっとコーヒーを入れていただいたんでいただきたいと思います。美味しいですね、落ち着きますね、なんかね。こういうまあなんかゆるゆるとした場を、そうですね、作って維持していきたいということでね。営業時間は何時から何時で、休みとかは。営業時間はどちらかが起きられれば11時で、終わりの時間はどちらかが疲れなければ11時、夜の11時までっていうのを考えております。定休日は今はとりあえず緩い感じで、緩く長くやっていきたいので、今定休日はなしっていう感じで。なるほど。じゃあ疲れたら休むって感じ。そうですね。いい感じだ。それがすごいいい感じ。メニューはこれですかね。これ。これ、チーズケーキ、ミートソース。なるほど。例えばかなりまあ企業としては余ったれた企業みたいに言われてもおかしくないんですけど、まあそれでもね、全然店はっていうのは維持できるし、こういう店がねあっても多分うまくいくのかなと
思います。私もね、心から応援してる店なので、ぜひ皆さん、一度来てみてください。じゃあ今日はこんなところでね、動画終わっていきたいと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、しょぼい喫茶店もぜひよろしくお願いします。ということで、エライケンチョでした。ありがとうございました。